映っちゃうのは昔この山に立っていた城のお姫様、鶴姫の霊だという。時は戦国時代、お城に攻めてきた毛利軍は殿、幼い若様をはじめ姫の一族を皆殺しに。そんな中、女性なのに姫なのに家族の敵を討とうと最後まで戦い死んでいったという鶴姫。その鶴姫と常山城に散っていった一族の霊がたびたび目撃されるという。ここはまさに映っちゃう城跡、城跡。本当に行くの？知らないよ。さあ、というわけで岡山県玉野市にやってまいりました。やってきちゃいましたね。呼ばれましたね。いやー、どうしよう。心霊スポットではアンテナがビンビン、霊感体質のしょこたん、そして芸能界トップクラスの霊感の持ち主、ヤルセナス中村さん。まずはその映っちゃう城跡について地元の人に聞き込み開始。城の下の道路があるんですけど、はい、そこで運転してて女の人の声が聞こえて、声が聞こえた後に事故したっていう人が。地元の人いろんな話してるんですよね。それ実在しない女の人、女の人急ブレーキ踏んで止まったらもういなくなる。女性の軍隊みたいな感じ、はいはい、はい、いろいろ戦ってその人たちが斬首、生首切られて生首が出てくるみたいなの。生首が出るってちょっとやばくない？やばすぎるよ。常山城で後を絶たない女性の霊の目撃情報。でもなんでこんなに女性の霊の話ばかり出てくるの？あの鶴姫様っていうお姫様がね、自分の下女たちを連れて、剣で戦って、うん、で、あの女人の墓っていうのが、うん、まあ皆さん全滅してがありますね、うん、そう、戦ったのは姫だけじゃなく34人のお付きの女性たちも一緒だったんだ。鶴姫と女性軍のお墓がある広場では供養のため毎年盆踊りが続けられてきた。でも5年前に崖崩れが。お墓へ向かう道路を通行不能に。以来供養の盆踊りはお墓ではできなくなったんだって。なるほど。つまり最近姫の供養がちゃんとされてないってこと？ところで姫はなんでそんなに恨みを抱いているんだろう。ということで2分でわかる鶴姫の悲劇。1575年、時は戦国時代。ざっくり言うとその頃日本は2つの勢力が天下統一を目指してたんだ。一つは西の毛利家、一つは信長率いる東の織田家。安定の毛利？それともイケイケの織田？どっちにつくかは日本中の大名たちの悩みの種。常山城の殿様はもともとは毛利の味方だったんだけど、天下を統一するのは織田信長だって空気を読んで信長の味方になることに。それを知った毛利の殿様は激怒。裏切り者め、常山城の者ども全員を殺してしまえ。さあ大変、200人しかいない小さなお城に6000人の兵が攻めてきた。戦おうにも人数が違いすぎるよ。というわけであっという間に常山城は滅亡寸前に。このまま敵に殺されるよりはと、常山城の殿様は自ら息子を手にかけた。親、兄弟も。殿様は妻、鶴姫と自害を決意。しかし、鶴姫は、
武士の娘として生まれここへ嫁に来ました。この命尽きるまで城を守って戦います。一族の皆を死に追いやった憎き毛利軍に一矢報いるため、34人のお付きの女性を引き連れ刀を手に、敵の真っ只中を戦いです。でも鶴姫と34人の女軍に対し敵の毛利は6000人。34人はあっという間に討ち取られてしまう。最後に残った鶴姫、しかし敵の大将は、女を斬る刀は持たぬわと、まるで生き恥をさらせとばかりに殺さず、鶴姫は焼けつくような恨みを胸に口に向かって刀を突き刺し自害したんだって。そりゃ恨みが消えなくて当然だよ、出ちゃうよ。だから真夜中の城跡では今も鶴姫と女軍とされる霊現象が起きると言われてるんだ。いよいよ恐怖の映っちゃう城跡、常山城に潜入潜入。さあ、やってまいりました。ふもとにやってまいりましたけれども、はい、常山城跡ですよ。ちょっと待ってください。どうした、いきなりスタート地点にすぐにお墓があるっていう、この出迎えてくれてますね。いや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 、ちょっとこれはでもあれですから、現代の争いには関係ない現代の、うん、方ですか、全然問題ない。たまたまって、たまたまお墓があるって、ちょっと池田先生、池田先生よろしくお願いします。お願いします、頼りにしてます先生。ここからは心霊研究家池田先生も同行、霊現象の予兆が起きればすぐに教えてもらう。ここ特にね、女性は気をつけなきゃいけない場所。え、それどうしてですか。女性はなぜかというと、あのここで亡くなってる鶴姫さんっていう方なんだけども、その人の念がまさに強くて、特にこの山は多分女性があの入ることは憑依されやすい場所になるかなって気がする。憑依されやすい、はい。前回天草四郎のお墓を訪ね、まるで憑依されたかのように勝手に涙が溢れちゃったしょこたん。今回はもっとヤバいかも、ヤバいかも。これから登山道を登っていき、鶴姫の霊がさまようという山頂付近の城跡へ。最終目的地は鶴姫が眠るお墓。なんか霊がいたら言ってくださいね。あ、これだ、登山道。あ、じゃあ登山される方も、こっち、ここだ。え、ここ、こっちですね。はい、いやいやいや、結構このほら、あー、こっから、うわー、やばいよ一気に。やだな、急になんかこの世じゃないみたいね。ただの山道じゃないね、うん、今日は。ただの山道じゃない、それって空気がガラッと変わりますね。なあ、そういうとこあるよね。吸い込まれる感じだね、うん、真っ暗だ。やっぱ雲派手だもんね。人が来ない証拠ですね、うん、そうだね。ここで迷ったらもう誰も気づかないよな。いや、もうなんか一気にやばい、異界のゾーンですよこれ。いや、なんか足が進まないもん。ちょっと私霊感とかわかんないけど、やべえって分かります。俺こうなんか重いもん、空気がちょっと変だよ。登山道に入ってわずか 50m、 すでに異様な気配が。写真を撮ってみる。怪しいものは何も写ってない。
前回派手にオーブいっぱい取ったっていうのがあったからあれだけど、別に映ってない。映ってない。でもしょこたんは確かに何かを感じている様子。鉄の音です。ここが戦闘のはず。さらに200メートルほど進むと、あ、地蔵さんだ。急に現れる。急に来た。そこには戦場に散った兵士たちを供養するために建てられたお地蔵様が。とりあえずお地蔵様に手を合わせ先へ。ちょっと。するとここを境にしょこたんの様子が一変。どうした？大丈夫？なんか不思議と怖くない、うん、今はただ進めって感じがね。このそんな苦じゃない感が。いやいや、登っているのは急斜面の山道だよ。しょこたんだけなんでそんなにスイスイ行けちゃうの？おかしいよ。集中しよう、うん。池田先生が何か気づいたみたい。なんかね、引っ張られてるんですよ。あのペースがちょっと不思議でしょ。あれちょっとありえないです、ね、早かったから。完全に呼ばれてて、もしかすると半分憑依されてる。これは鶴姫に仕えていた女性の霊が中川さんを姫の元へと導いているんだと思います。しょこたんを呼び止め写真を撮ってみる。もう一回、もう一枚。中川さんのところに光が3つ、映っちゃった。しょこたんの頭の上に大きなオーブ。これが先生の言うしょこたんを導こうとしている女性の霊。それは別のカメラにも映っていた。え、動画で、それなんだ。しょこたんのそばに漂う白い光、さっき写真に映ってたのと同じオーブ。そうなの？そして霊に導かれるかのように3人はある場所へ。そこには井戸が。そこなし？そこなし？400年前鶴姫たちもこの水を飲んでいたという。ぐんぐん井戸に惹かれていくしょこたんにまた異変が。あ、なんかある。なんて書いてあります？底なし井戸。なんだこれ。底なしの、なんか声した今。なんか声した。いや、聞こえた今。女の人の。嘘。左の方。え、女の人の声が聞こえた。キャーみたいな。しょこたんが聞いたという女の人の声。なんていうかな。底なし。もう一度同じ場面を流すよ。そこなしの、なんか声した今。なんか声した。何も聞こえないけど。聞こえないよ。しょこたんにだけ聞こえる女の人の悲鳴って一体。そしてこの後。なんか耳が詰まる。見てますね。階段登ると、なんだこれ。あー、ちょっと待って。どうやって。おう、すごいですね、ここ。井戸を守ろうと鶴姫と一緒に戦った女性の声ですね。籠城するのにあたってこの水を、この井戸の水を取られてしまったら。なるほど。水は確保するためにはもうここは絶対必要だったと。だからやられた側のキャーなんだろうね。時間なんか関係ないから。そう、もうそこはもうリンクしちゃうから、いろいろこうやって。まさに焦ってるみたいな感じで、うん、
だからまさにこの常山城を守ってた将軍の人たちの声であってると思います。これは中川さんに無念さを知ってほしくてここへ呼んだんだと思います。井戸には今も水があるのか。石を投げ入れてみる。失礼します。はい。あ、ある、ある、たっぷりある音だよ。すごい。ちゃんと言いましたね。鶴姫たちの生活に欠かせなかったこの井戸、何か思いが残ってるのかな。大事な場所だって感じがする、うん、守らなきゃいけない場所だったんだ。水っていうのはほら中村さん例の通り道でしょ。ああ、なるほど。だからここへ来るまでは二人をどんどん引っ張ってるわけですよ。なんか急に怖くなってきた、うん、でここに来てほら中川さんが女の人の声聞こえたって言ったじゃないですか、うん、だからここまではとにかく思いっていうのをまず知ってほしいがために呼んだっていう。でもここまで来たらはっきり言って鶴姫の遺言じゃないけどもそういう言葉を二人は聞く役割がここへ来たんだからそれはあると思うんですよ。行きましょう。すごい。井戸を後にした三人は城の中心だった場所を目指す。なんか怖くなってきた。いやそうなの。空気の変化を感じたしょこたん。あ、こっから城跡。ああ、本当だ。これ全然今まではただの城までの道のりで。そうだったんだ。ここからだ。いよいよここからと、その時目に飛び込んできたのは中村さん、お地蔵さん違うでしょ。いや、違うんですけど。え、うん、お地蔵さんじゃないんですけど。え、何、山道ではお地蔵様だったのに城跡では観音様に。池田先生、これって。いや、これはこの上に上がってその皆さんが供養するのがここがもっときつくなったのでこうやって変わったんです。強力なものになった。もう一個レベル上がった。そう、そういうことです。城跡に入り鶴姫と女軍の無念がますます強く残っているのか。観音様を通り過ぎ鶴姫のお墓を目指して石段を登る3人。あ、なんか急に怖い。怖い怖い怖い。あ、いる。なんかすごいな。気配殺してるって感じがする。強い気配に包まれたことを感じた二人。写真を撮ってみると写っちゃった。中村さんの写真に今まで写らなかったオーブが大量に。池田先生によるとこれは鶴姫と共に死を遂げた女性たちの霊がさまよっている姿だという。さらに変な写真撮れた。これ普通だね。そうなんですよ。なんだそれ。分かんない。写真が歪んでる。どうなってるの。先生によると鶴姫たちの強すぎる恨みの念が空間を歪めてるんだって。そしていよいよ鶴姫と34人の女性たちが眠るお墓へ。うわー、なんかダメな気がする。うわー、ほらやっぱそうだ。泣きしたもん。うわ、何これ。ずらって、
これが序軍の墓です。あ、お墓？お墓。うわ、じゃあその人数分？はい、34人の侍女たちが最後の戦いを挑みました、うん、こここそが口に刀を突き刺し自害した鶴姫と戦場に散った女軍34人のお墓。とりあえずそこまでちょっと行ってみましょうか。え、ここを進むの？はい、向こう数えて、こっち数えるか。嘘ですよ、すごく。これなんだ、ここ本当怖い、本当怖い。ごめんなさい、すいません、点呼取ります。姫の家族と女軍と供養する墓標、その奥にあるひときわ大きなお墓が、ここまでで19、鶴姫のお墓。ここででも盆踊りをしてたってこと？ここで、この通広場で。あれ、ショコタンに何か起きてるみたい。なんか耳が詰まる。見てますね。階段登ると、なんだこれ。あー、ちょっと待って、手が痛い。おお、すごいですね、ここ。もしかしてまたショコタンにだけ何か聞こえてる？これ分かります。こっちの耳が聞こえづらくなる。関係ない、うん、いや、でもいや、それもあるかもしれない。耳鳴りから来るからね、近づいている時って。ここで池田先生からある事実が告げられる。これ、お墓はここにあるんですけど、実際に鶴姫様が亡くなったのはここじゃないんです。ここもお墓だけってこと？お墓だけ、自害した。その場所はこの上に。まだ上ですか？そうなんです。供養するためのお墓は確かにここなんだけど、鶴姫が自害した場所はどうやらさらに上。仲間たちが倒れて最後たった一人だなんて、辛すぎますね。長い石段を登った先が壮絶な最後を遂げた現場。耳が詰まる。機械車だね。ビシビシ来てますもん。こっから先がもう怖くて行けない、うん、ここが鶴姫が口に刀を突き刺した最後の場所。すると到着した途端あ、は、怖いこと書いてある。腹切り岩、切腹の場所。これが鶴姫が自ら刀を口に突き刺し壮絶な最後を迎えたと言われる腹切り岩。上司と鶴姫はここで自害した。この腹切り岩に手を触れて、岩に手をあえて、どういう気持ちになるかちょっと触ってもらっていいですか？触っていいの？うん、大丈夫、さあ、立って。ごめんなさい、ごめんなさい、やらせていただきます。腹切り岩に手を触れ、姫の無念を思いやるショコタン。どんな感じでした、さあ、立って。あんまり怖い感じではなかったですかね、うん、意外と。でも岩に触れた後体に異変が。急
咳をしだした。その現象なんだかわかります？それは鶴姫様の自害の方法になります。鶴姫様は戦に敗れてその悔しさで恨みを残すために口に刀を突っ込んでそのままで自害してる。だから咳、喉が、だから咳が出てるっていう状態。そして鶴姫の最後の話をしていたその時、映っちゃった。鶴姫様の自害の方法にあります。しょこたんの顔のそばを浮遊する白い影、なんか動いた動いた、なんかもしかして鶴姫の霊、時が経って消えるものじゃないと思うし、うん、そういうことです。そんな、なんか私なんかにできることなんて、出なければ多分呼ばれなかったと思う、うん、私たちが来たことで何かできたっていうか、ね、時をちょっと動いてもらえればね、そういうことだと思う。最後に鶴姫と常山城に散った人々のために冥福を祈り、ロケはおしまい。おしまい。あー、怖かったですよ。毎回毎回本当にね。まあ怖いっつっちゃなんですけど、怖いよね。怖いですこれは、ね。やっぱあれ先生引っ張られてるんですよね。そうですね。確実に導かれてますよね。最後なんか白いこういう線が揺れて映ってたの、あれは何ですか？あれ鶴姫さんです。そのもの？ちょっともう一回見ましょうか。はい、これ。しかもおかしいな、風に葉っぱが揺れてるんだったら手前も揺れますもんね、うん、そうそう、うん、で中川さんがあの切腹の岩っていうところに手を当ててくれて、その意味のお返しだと思いますよ。あれお返しって何ですか？お礼です、ありがとう、感謝、